ウィリアム・ロナルド・ドッツ・フェアバーンは、イギリスの精神分析者、スコットランド・エディンバラ生まれ、スキゾイド・パーソナリティ障害の理解に宣伝をつけた学者として知られる。また、対象関係論という言葉を初めて正式に使った人物でもある。主な業績はすべて、人格の精神分析学的研究という書物に収められている。特に、 リビドーの究極的な目的は対象であるという言葉からもわかる通り、それまでフロイトやメラニークラインによって理論の根幹を支える前提とされていたリビドーと攻撃性の概念を生物的な本能的緊張の解放を第一の目的とするのではなく最初から対象を求めるものとみなした。彼はパーソナリティを内的な対象関係の縁として考えている。そのため、 フェアバーンの理論を最も純粋な対象関係論と言うことができる。また彼においては、井戸の存在は重要視されなくなっており、自我を基本とした理論を構築している。最終的には、フロイドの心的構造論を改定し、自我が分割されて拒絶された対象とともに、抑圧されるという、規定的、内的精神構造という独自の理論を提出している。 心的発達においては、未熟な乳幼児依存から成熟した依存へと石を譲っていくプロセスにあると考えた。そのため古典的な精神分析学派である自が、心理学や対象関係論の依存から独立への考え方とは、正反対の考えを持っている学者としては、上記の様々な考えも含めて、精神分析学理論の中でも独創的であると言われている。 ありがとうございます。